塩釜神社は、和歌山県和歌山市和歌浦に鎮座する神社。大正6年、塩釜神社は、玉、津島神社の払い所から神社になった。海産物、安山の神として信仰されてきた神社で、身体の塩土、大竹は、腰の岩屋という岩穴に鎮座する。結晶変顔でできた、鏡山の南面に位置する。岩肌は曝れた木目のような感を呈することから、 キャラガンと呼ばれ、岩と松の組み合わさった風景が、田松島の原風景を今に伝える。ほこらは、海風により自然に形成された洞窟である。ほこらの中には、小さな廃殿が作られている。元は、玉、津島神社の抜け所で、古の岩屋と呼ばれていた。古の岩屋と呼ばれていた理由は、かつて浜織神事の際に、神輿が放置される場所であったからである。 浜売りとは、毎年9月16日に、高野さんの地主神である天野二渦姫神社の御菓子が、木の川沿いをはるばる玉、津島神社まで托業し、翌日に日前宮へと、見行きしてゆく神事を言い、御菓子が、玉津島神社で、一晩放置されるところが今日の岩屋であった。浜売り神事はその起源を古代にまで遡ることが、できると考えられるが、 鎌倉時代に一時中断された時期があり、文法2年に再開されたことが記録に残されている。その後戦国期に途絶え、近世には天の社の鳥以外から玉津島神社を要拝するなどの神事になっている。ただ、この岩屋に対する信仰は浜織神事に限られたものではなく、江戸時代後期には塩釜の名で信仰の対象になっていた。江戸時代の和歌山では、 一に、権元,元、二に田松島、三に下がり松、四に、塩釜よと歌われ、塩田の塩を焼く釜からこの名が付けられたという。また、古くから安山の守り神として祀られてきたことが考えられる。現在も安山の守護として人々に親しまれている。神社近くの小高い丘には、干潟を望むかのように、山部赤人の有名な火火が立っている。近くには、 家庭園満の守り神として、多くの人の信仰を集めてきた、樹齢数百年の大木、和合の松があったが、平成24年6月に倒壊した。名称、和歌の裏のシンボルでもあった姿を復活させようと、通常難しいとされる柵による、黒女苗を使って、2018年4月に、元の場所に植樹された。 平成24年6月に、下避とそれに隣接する、事例数百年の大木、和合の松が倒壊した。現在、老い松の再生を望む声もある。二世の苗木を植樹へ、塩釜神社、和合の松2018年4月19日、和賀山新報、2018年9月3日閲覧。ありがとうございます。